はい、じゃあ2020年3月11日、まあ、日付のことはね、そういう話はさせておきまして、英語物語コンテンツアップデートバージョン104来まして、104で、まあいいですよね、とりあえずね、日本語読みでいいですよね。ということで、色違い進化が3体来ましたので、今回はクマノタンを進化させていこうというか、もう全くあれですね、事前情報なしでどんなユルになるのかも知らないということをやっていきましょうということで。まあでもあれだね、進化素材じゃないけど、これかなり金いるね。結構減ってきたよ、私。これ、今いくらあるんだ？足りるんか？足りんくなったらあれだな。あれ売らなあかんくなるもんな。ということで、やっていきましょうということで。どんなんでしょう？何色になると思います？私、風かなーなんて。スキル的には多分そんな変わんないんじゃないかなと思うんですけど。いや、風になってほしいんですよ。火力欲しいもんだって。ということで、やってみましょうということで、レッツラドン。レベルマックスの夜？いや、いいだろ、別に。いいだろ、いいだろ。いったれや！どうですか、風だと思うんですか、というか風がいいな。あ、よかったよかった、風がやった、火力出るな、火力出るよな。これでどれぐらいなんでしょう。先にあれか、初期性能は見たもんな。じゃあ捨て性能をまず見ましょうか。何にもあれだね、事前情報ないとあれだね、新鮮だね。鍵しときまして、性能的には変わらんすね。3ターンそこまではあれか。これでも初手キラーじゃないですよ。55はあかんな。50は重いわ。55は重いな、これ。あ、そうか。38ぐらいとか、40前後ぐらいは想像しとったんですけど。これ使えんな。ちょっとでも火力どうでしょう。どれぐらいなんでしょう。色違い進化、色違い進化。どんなもんすかね。7400。いいっすね。いいっすね。素直にね。風だけ単体でいけば一番あれだもんな。捨てはほぼ変わんないんだ。7000あれか。ちょっと待てよ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 。風で攻撃力。7000。トップっすね。達也とかの比じゃないね。ただあれだね。あ、そうか。水が入るであれか。逆にカノップの方が弱いか。そうだなあ、そうか、風さん、あ、でもあれか、ウサのがあれか、風水だと逆に火に対しては出せるか、火が入った方がやっぱいいってこと。でもただ7400はでかいな、これ。コストだけだな。ああ、でもあれだな、なんとかあれか。これ私育てようね。7400であれだな、なんとか抜きたいね。捨て的にはまあ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 ね、ちょっとね、微妙なとこありますけどね。今回3体来まして、とりあえずまあ全体的にね、微妙感はあるかなというところで、ここら辺はまあ想像できましたね、多分ね。大体して変わらずに、風か水どっちか変わって、できれば風が私的に嬉しいかな。で、水はね、火力あるもんね、朝ちゃんとかおるもんね、抜けるから、風の効果力が欲しかったな、ということで。まあまあ、なんとかね。でもこれ結構手間かかるな、今回多いもんな、またな。まあこんな感じでとりあえずね、熊野山の色違い進化を行いましたということで、あと2体か。そうだね。今回、私的に言うとね、多分出し惜しみじゃないけど、渋っとるとこあるのは、やっぱ、地獄スズメですよね。あそこら辺の色違い進化、蘇生系の進化、あと来てないとこどこら辺。どこら辺がある？これは来てないところ行くと。これも地味にね、期待しとるんですけどね、どんな風になってくるのか。結構めんどくさい存在になるんじゃないかなって。そういう存在が割と後に回っとるのかなというのは想像しとるんですよね。これがやっぱエースだろうね。期待だろうね。風に行っても水に行ってもね、100% 蘇生を出すのかどうのか、5ターンでこれを作るのかっていうのは、これ作ったらみんな全力だもんね。そこぐらいかね、一番目玉は。だわな。見ていくとそうですよね。そうだね。ここら辺そうだね。一番そうだよね。蘇生系だよね。どうしてもね。これも出ちゃいましたもんね。これもそうだな。全体攻撃はそこまでだもんな。そうですね。そこだよな。やっぱな。これみたいに逆に、ターン数が遅くなるのは辛いな。まあ、そこら辺は多分ね、割とバランス取るように調整してくると思いますけど、やっぱりあれだね。地獄スズメが私的には目玉というところで、そんな感じで終わりましょうというところで。はい、ということで、そんな感じで本日は、英語物語コンテンツアップデートバージョン104のクマノタンを両違い進化させてみましたので、まあ、火力が7400出るんでね、一応ね、私はね、育てるつもりです。ただコスト55はちょっと重いよなということで、そんな感じで、おりー！